はい、伊豆スカイラインスタートから終点までね走ってきました。今終点出たところでございます。はい、さらに、走りまして一匹湖、それから海の方へ出たいと思っております。え？こっちだよね。すごいなこのバス。斜め右、ここ、大室山か。あ、大室山、すごいねこれ。あっ、大室山、丸い山、これが大室山か。大室山リフトで登れるんですね。前なんか来た時あんだけどすげえ混んでて乗ろうと思ったけどもう人がいっぱいで乗れなかったね。伊豆シャボテン動物公園なんていうのもこの近くにあるみたいですね。はい、え、はいはいはい、シャボテン公園ね。ここは何じゃ、ワンワンパラダイスホテル コテージ。へえ、伊豆高原ワンワン、今度来てみようかな、ワンワン連れてな伊豆高原はね、それはワンワンに優しい場所なんだよね。そういうホテルとか多いんですよ、ペンションとかね。はい、ここは、ここはなんとなく切る感じですかね。こっちへ。敵湖ってだってな。出ました、一匹子出ました。はい、うっとっとっと、あ、ここに駐車場があるってことね。ここだな。え、あら、なるほどね。到着したわけか。
なんか飲まないと悪いかな。ここはソフトクリームでも食いますか。あっちあっち暑いっすね。菓子ポートソフトクリーム。いや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 、一匹ご飯で、うん、ソフトクリーム食べてます。日陰でも暑いね。はい、一匹子でございます。静かでございますね。もうちょっと暑すぎてボートに乗ろうなんていう人もいないような感じでございますね。あ、いたいた、なんかカヌーに乗ってる人が戻ってまいりました。暑いんじゃないですかね。はい、では一匹子を後にしまして、はい、じゃあ、まあ、熱海の方へね向かっていきます。ここも一回来たな。アジアンオールドなんとかかんちゃらっていうところですね。バザールっていうことで、なんか面白い店でしたね。アジアのなんか雑貨とかいろいろ売ってたんですね。まあいろいろこの辺伊豆は重あれ警察なんかしたのかな。面白い店が結構ありますね。面白い美術館とか面白い博物館とか面白い店とかね、いろいろありますけどね。海が見えてきました。塩の香りがします。これからのトパンガっていうカフェにちょっと寄っていきたいんですけどね。あ、空いてるかどうかわかんないんですけども、まあ、よくね、あの熱海に来た時家族でよく寄るカフェなんですよね。あのワンちゃん OK なんで結構重宝してますけどもね、そこに寄ってみたいと思います。マリンタウンか。あ、はま寿司もあるね。はま寿司いいよね。はい、はま寿司いいですよね。最近ねちょっとヨットに興味があるもんだから、ちょっとマリンタウンとかっていうとちょっとねそそられるんですけど、まあ今日は行かないです。予定に入ってないです。
いいですね、この南国風のね、このなんていうか木がね、いいですね。リゾートって感じですね。海でございます。あら、よそ見しちゃいけないね。海でございます。見えてきました。犬の看板ね、ワンちゃんの看板。ワンちゃんだよな、あれな。トパンガ。いやー、いつもはね、ここの席でワンちゃんも家族もみんな一緒で来るんですけど、今日は一人でございます。トパンガさんでございます。ワンちゃん OK っていうのは本当にいいんだよね。はい、目の前は海でございます。いいロケーションでございますね。スパークリングハニーレモネードでございます。ステッカーももらいました。改めてここで VTR を撮ってみましたけども、やっぱり何にも乗っけてない方がかっこいいね。荷物とかね、素のままでかっこいいですね。よし、よいしょ。いいね、赤いワーゲンビートル。よし、じゃあ熱海に向かっていきましょう。まあここももう熱海市ですけどね。今バイクがあるね。はい、トパンガさんやってましたね。久しぶりでした。熱海市内に入ってまいりました。大野屋さんですね、ホテル大野屋さんで、右側がプール、なんだっけ、市営なのかな、プールだね。
はい、じゃあ熱海市営の駐輪場に今日は車を止めて今日の業務は終了ということになりますね。結構上の方にあります、市営の駐車場、駐輪場。熱海坂が多いからな、ここでバイク運転するの結構大変だよな。はい、もうね駅のそばなんですけどね、そこに市営の駐輪場があります。こう左へ登っていくと駅なんですけどね、熱海の駅。1日一泊したいんですけど、駐車。今日一泊しちゃう。しちゃう。朝、明日の朝早く出る。出る。2回止めてもらう。はいはい。じゃあ200円。はい。明日の昼間から200円。あ、そうですか。いやもう朝早く出るから。